どうもなつめです。どうもなるみです。年末です。ね。もうあと30分ぐらいで、2021年も終わりですね。年末、見たいテレビ、あります今年もやっぱあの、笑ってはいけないよかったですね。うん。そうですね。今年やってないけど。ね。終わっちゃいます。<laughs> 終わったらしいよね、あれね。年末の番組といえば、僕、 まだ多分これからやるんで見たいなと思うんですけど、マツコの番組があって。うん。知ってます知らない。なんかね、マツコが BS かなんかで、BS かな、うん、なんかその辺で、他局を見ながら、何やかんや、6時間ぐらい、こたつに入りながら喋る番組があって。何その。紅白こうだわ、みたいな。あ、そんなのありなんだ。そうザッピングしながら。へえそれテレビは映んのその、見てるやつは画面は映んないのテレビは映んないですね。多分、それはダメそう。 まあでも、多分許可もらえてるのは映すんじゃないですか。うん,う,んうん、うん、うん。で、いろんな芸能人電話して呼んでみたりね。で、去年かなおととしとかは GACT 呼んで。うん。実際に来てくれるみたいな。なんかそういう番組があって、それがすごいね、楽しいらしいです。僕はまだ見たことないですけど。見てないんだ。そう。ゆとたおで言ってた。<laughs> <laughs> それね、見たいんですよね。え、毎年やってんのそれ。うん、見たいですね。どこでなんちゃんわかんない。 民放じゃ無理そう。え、ネットフリーってことじゃ、アマゾンとか。BS か何かって言ってましたね。あ、BS なんだ。うん。あ、それちょうどいいわ。ね。そういうのを見てね、年末は過ごしていきたいなと思っております。僕ね、ちょっとトラブルがあって。おこないださ。バレた、暑いに。何よ<を>。バレると思ってた。やめた方がいいと思ってた。<laughs> テレビの裏、裏側掃除したのよ。 たこまってるから。あ、かっこ物理ね。物理物理。なんか。テレビを一回ちょっとずらして、配線とか取って、埃とか拭いたの。で、繋ぎ直したら、地上波が映んなくて、BS だけ映んのよ。ラッキー。うん。まさにもう、俺はもうマツコの番組見るしかないわけよ、完全に。他局の番組知るにはさ。え、断捨離なっちゃったのうん。 その前までってさ、BS すんなかったのうち。うん。うん。映るようになっちゃった。だから、映るようになっちゃって、その代わり地上波がなんか消えてってしまってさ。へえー、それは。うん、もう、どこかの。よくわかんないのよ。<laughs> それ、70歳ぐらいの人が言うやつじゃない大丈夫そう,そう。テレビ触ってたらでもさよくわかんないのよっていう。<laughs> なんかネットサービスとかにはなんか、使い,ないというけどさ、うん、意外とテレビとか、 超弱いなと思って。わかる。わかんないもんね。わ、かんないもん、あの、なんか、テレビって裏側にカード入れないわかる。あれ、カード何あのカード何なのっていう。うん、だから結構まだまだテレビに謎があるなと思ってさ。<laughs> 謎。<laughs> 完全に俺今謎だらけなってテレビが。へー。そういうの困りますね。どこに電話したらいいか。ね。ね。まあ、電話したり調べたりすりゃいいんだけど、なんかそ,そこまででもないんだよねっていう。<laughs> でも映んないんでしょ 映んないんだけど、見れなきゃまあ見ないで済むみたいなだけなんだけど、はい、なので、BS のマツコの番組は結構、ありだなと思った。なるほどね。うん。僕みたいな人いるじゃん、たくさん。そういう人がみんなのね。はいはい。その、家電じゃないですけど。うん。ネット、普段繋いでるネットとかも含めて。うん。相談できるおじさん1日5000円ぐらいで、こう、欲しいわ。わかる。なんか、 C シーさんとかをさ、うん、まあ月に一回一万円とかで来てもらって、うん、あらゆる家電を見てもらうとかね。わかる。で、ああ、この冷蔵庫をもうちょっとこうした方がなんか冷えますよとか、あと、買い替えた方がいいですよとか、うんうん、なんかね、細かい、細かいの横断的に見てほしい。うーん,、うん。なんだろう、家を人だとしたときに健康診断してないわけですよ。まあね、そうね。健康診断したい。うん。 ネット回線、本当にこれでいいのかどうか、ね、それはめちゃくちゃやりたいんだよな。なぜか遅せえんだよな、僕のところ。結構頑張ったけど。そういうのをね、うん、ボトルネックがどこにあるのかわかんなすぎ。ネットってだって、まずそもそもビル本体。うん、マンション本体のがしょぼい説もあるし、そこから持ってきてるルーターしょぼい説もあるし。あるある。で、あの、Mac とかはわかんだけど、<う>ルーターの機種とか全然わかんないからねか。で、しかもじゃあ、契約してるニューロ団にソフトバンクが悪い可能性もあるし、 うん。あと、ケーブルが悪い可能性もあるんですよね。うんうんうん。だし、何部屋の干渉してるとかがあるかもしれないし、わかんないのよ。それをれそういうの、電気屋さん頼むと,と来てくれたりするのかね。いやー、だって。言ってもなんか信用できないんだよな。<laughs> それ何なんか売りつけられそうゃな。なん,なんでさ、串しさは信頼できるのに、<laughs> そう、横断的にそこをさ、価値にしてくれるんだったら、何言ってもこいつソニーのこれかわすじゃん、じゃなくて。うん,うん。そういうの欲しい。 さて、2021年も終わり。まもなく終わる終わり終わった。残りわずかですね。今まさに、行く年来る年、流れてるぐらいじゃないですか。うんうん、で、なるみさん。うん。あなたは2021年、こんな年にすると言っていました。<laughs> <laughs> さて、僕は去年のどングを聞きました。はい。はい。何をした今年は、2021年は。 え、去年何て言ってたか、言ってたか。そう。2021年はこういうことをちゃんとやります。今、俺、ズームで画面映っててさ、自分が。明らかに守れてないなと思うんだけど、ちょっと右れにしたのを言ってたでしょ。小ざっぱりと。おあの、例えば、毎月必ず髪を切りに行って、正解。髭をちゃんと正解揃えてみたいな。今、全部ダメだ。すごいじゃん、覚えてる。絶対忘れてると思う。うん。 確か誕生日で40歳になって、いや40歳だっぱり、まず清潔でいることがまず生命線だよねって話をしたよね。そう、さすがすごい。覚えてんじゃんめっちゃ覚えてるし、今自分の映る画面見てダメだなって思って。最近美容院行ったのいつですか ?7 月ぐらいだね。マジ持つのそれ。めっちゃめちゃ伸びちゃってるわ。持つのそれ。全然持つよ。5ヶ月とか うん、持つんだ。そんな僕持たない,のい。持ってないな。持ってない <laughs>、まあ。持つとはか。<laughs> 持ってない。持つとは何かっていうと。えー、まあ、リモートだしなとか思いつつ、いかなくなっちゃうんだよね。はいはい。僕はですね、音声入力をするって言ってました。ああ<ー>。しておりません。言ってたね。<laughs> なんか、去年、音声入力めちゃめちゃ褒めてる時期なかった。あった。で言うと、歩きながらとかのタイプするときは、ちょいちょいやってる。 うんうん、精度はめっ、すごい。いやいや。そこまでやんないよね。やんない。でもこれ、習慣づけたいんだよななんか、アンドロイドの、Google の音声入力がかなり精度高くなってるみたいな。ピクセルでしょうん。それもだけど、音声入力だけだったら、もう Apple の、ほぼ完璧ですよ。あ、そうなんだ。うん、完璧完璧。あの、ピクセルのいいのは、講演とか、講演というのはなんか、うん、講義みたいな。 人が前で喋ってる系。うんうん、そういうのを全部きれいにそのまま入れれるんですね。うん、あ文字起こしだったはそう,そうそうそう。いやー、やってないっすね。やってないですね。まあ、そんなもんだ今年の抱負を全くやってないわ。<laughs> 2022年。うん。なるみさん、どんな年にしますか何しますか ?2022 年ね。うん。まあ、転職したじゃないですか。うん、最近。だからやっぱ、ちょっと仕事頑張ろうかなっていう気持ちはありますね。 お例年よりも例年よりもっていう部分もあれだけど。まあ最初だしね。うん。やっぱね、いろいろ学びが多いじゃないですか、最初って。ね。うん。やりたくなりますよね。別にその、最初ハードワークにしろとかじゃなく。う,なんうんうん。こういうこともできるな、いことができるなっていう。知的好奇心が満たされていくんで、楽しい。そうそうそう。楽し,ね、楽しい楽しい。なので多分、前半ぐらいは結構仕事に没頭するのかなって気がしますね。ああ、いいですね。うん。どうですか入ってみて。 ノートは、やっぱり、結構みんないじめてきたり、石投げてきたりする感じ <laughs> 何でそんな陰険キャラになって <laughs> 会社を挙げて <laughs>。いや、みんなすごいいい人ですよ。うん。うん、オフィスは週1ぐらいオフィスね、週2、3ぐらい行ってるかなあそうなんですね。うん。まあまあ、近いし、働きやすいしね、うんい。もちろん行かなくてもいいんだけどね。うん、まあ、外苑前ってさ、うん、お昼代高いのよ。外苑前なんだ、オフィス そうそう。うん、普通のビルだけど、あ,あの辺お昼が高いんだよね。高そう。うん、だから、家でお寿司を握ってから行くみたいな感じになってるよね。うん。早めに午前中ご飯食べちゃって移動するっていう感じかな。はいはい、外苑前なんだ。そうなのよ。神宮球場とか近いから、<laughs> ほう、野球見えるじゃん。そう、野球の試合ある日、ちょっと積極的に出社していこうかなみたいな。うん,うん。うん、へえ僕、 前、渋谷の道玄坂上とかだった気がすんな。それ結構前か。ああ、結構前じゃない ?2、3年前かなかな。ええ<な>、外苑前なんだ。うん。何してるんですか会社では。会社でも一言で言えないのよ、それが。ディレクターってないろいろあんの。うん、ディレクターって結構会社によってバラバラじゃないですか。うん、バラバラ。テレビだったらね、あの、おい、ジュース買ってこいみたいなのもやってるし。うん。アシスタントディレクターと呼ばれる人たちは。そうだよね。 会社によってはディレクターってめっちゃ偉かったりするじゃん。偉い。副社長みたいな感じだったりするじゃん、うん、その。日本法人ディレクターっつったら。全然違うだから。全然違うよね。何でもやっていうのを。うん。日本語ウェブディレクターはまた違うじゃん。うん、制作進行いわゆるウェブの制作じゃないですか。うん、ノートのディレクターはまた特殊なんだよね。っていうことをやってんだよね。いろいろなんだね。いろいろなんですよ、ノートに関わる。 なのでまあちょっといろいろあるので、まだまだやってないこともあるし、楽しいかなっていう感じですかね。うん、忙しいけどね。もうちょっとしたら、おお、これをやったのかな、なるみさんはっていうの出ますうん。ぼちぼち出てるので、うん、どっかでまとめておこうかなという。い一つじゃあ紹介していいですかいいですよ。ちょっとこれぜひみさん、皆さんに見てほしいのがあって、うん、ノートのトップページ行くと、パソコンでいいですかね。お、not.com? パソコンのノート開くと、左側にすべてとか、あといろんなカテゴリーあるじゃないですか。家庭、フードとかライフスタイルとか。ある。そこでやってみたっていうのを目指す位置ないですか一押しって書いてある。そうそう、それ、そのカテゴリーをこないだ作ったんですよ。うん。で、これどういうカテゴリーかっていうと、なんだろう。結構ネットの記事って、何々してみたって記事面白くないですか面白い。 例えば僕、最近だと、僕の場合、寿司を握ってみたとかさ、うん。何かよくわからんことにチャレンジしてみて、その全工程を書き記してる記事って、なんかネット特有じゃないですかうん、うん。確かに。なんかその、めちゃめちゃ長かったりとか、国名に書いてあったりとか、例えば何かを全部試すとか、100日間やってみるとか、とにかくスペースを取らずに延々とその実験の様子を書くってネットの記事の面白さだなと思うんですよ、うん。 そういう記事をね、集めたカテゴリーを作ったんですよね。それがね、あの、ノートのトップページからいける、作ってみた、やってみたカテゴリーっていうんですよね。うん。面白そう。これはまあ、ただのカテゴリーなんだけど、そこに収まってる記事っていうのは、うん、結構、皆さんの渾身の体験談が集まってるので、うん、ここ見るとなんかもう、あっという間に一日溶けてしまうみたいな、そういうコーナーなんですよね。うーん。 でこういう記事ってやっぱすっごい面白いし、うんあのー、もっと増えた方がいいじゃないですか。うん、なのでこういうのが増えるような取り組みも来年どんどんやっていくっていうのが僕の仕事の一つですね。うんまあその第一歩みたいな感じですかね、このカテゴリーをオープンしたっていうのは。へえ。カテゴリーでやっぱ書く人増えるんですかね。うん。やっぱこうやって集まるとさ、あ、こういうのって面白いよねってなるし、うん、例えば年末年始になんか 自分も実験してみようとかさ。うんうん、なんだろうね。まあ、一番やりやすいのとかなんだろうな。前さ、100日間コンビニでビスコ買ったらあだ名つけられるかみたいな。ああ、ありましたね。ああいうのってさ、言ってみれば誰でもできるじゃん。うん、やってみることさえやれば。特殊な能力とか特殊な環境とか経験もいらずにさ、その発想とコツコツやる力があれば誰もかけるものだし、その結果すごい読まれると思うから、うん。 なんか、その自分の文章力とか、特殊能力とか、そういうのなくても、やり方次第でみんな面白い仕掛けるよっていう風のちょっと啓蒙していきたいなっていうふうに思ってるんですよね。面白い。うん。これは最近のリリースですかね。うんうん、僕は最近ノート見てて思うのは、うん。っていうかま、僕が YouTube 見すぎなんですけど、あのね、スクロールがだるい。スクロールがだるい。あの、定規に文字を。を一枚でスクロールせずに、画像とかで。 うん。あの、書いてほしい。140字は短すぎだけど。ま、漫画書いてる人は多いけど<ー>結構ね。ああ、そうですね。それで次に行ってたら他の人のところに行けるみたいな。なんかね。うん。なんだろう。スクロールがだるい。まあ、YouTube、TikTok に馴染んでるともう、文字のスクロールだるいくなるからだるい。僕、ちょっと僕がそっちに行きすぎなのかもしんない。あとやっぱり YouTube は、あなた次これ見たらいいよが、めちゃくちゃ秀逸だから。うん、なんかね。 しかもなんならほっといたら再生してくれたりもするじゃないですか。うんうん。このこちらもおすすめでバーって出てくるけど、こんだけあってもどこに見たいらいいかよくわからんのよ。もういいのよ。1個でいい。1個でいい。それかもう、記事読んだらもう次の記事がそのまま流れてきちゃってもいいよね。そうそうそう。そういうサイトは昔あったんだよね。あったー。嫌われてた。<laughs> 結構、記事読ました後に次の記事読ませる仕組みっていろんなのが出てくるんだけど。うまくいかないですよね。うまくいかないよね。 面白いなと思ったのが、例えばニュースサイトで、記事スコールすんじゃん。うん、1>, 1記事終わったら、トップページが競り上がってくるの。ああ、だからもうシームレスに繋がってるってことそうそうそうあそ。あ、それがいい気がする。それ。それも面白いじゃんそ。そっちの方がいいわ。うん。うん。でもあれもなんか定着しないんだよね。うん、そうなのまだまだ答えがないのがね、そのレコメンド、YouTube みたいにレコメンドする以外に。ねと。あとは僕、本当に YouTube ばっか見てるんで、最近。もうテキスト、無理。 長いの。無理。うん、無理。音ないと無理。最初にどうもーってやってくれないと無理。<laughs> <laughs> 字幕ないと無理。それはもう YouTube 見てください。<laughs> <laughs> どうぞ。<laughs> <笑><笑>いいのか ?1 位、1ユーザー離脱するぞ。あ、どうぞ。あ、くどうぞ。さ <laughs> あ。<笑><笑>普通はここで、ああ。 行かないでください。こっちも派手にしますんでってやるのにクソ <laughs>、ノートさんめ <laughs> 思想がありやがる。まあ、ふさんどうぞ。クソ。追わないんで別に。いいもん、東海オンエア見てやるもん、ふんだ。<笑><笑><笑>なるほどね。そんなノートで。はい。まあいろいろやってますね。いろいろやってますと。<laughs> ど、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 どんぐりへむ。ど どうすか最近は最近ねちょっとしたまあそうだ買ってよかったもの記事書いたじゃないですかうんあの記事買った出した後に続々と買ってよかったものを買っちゃってさ、うん、あこれ入れ入れときたかったけど間に合わなかったなってやつあああれからまた買ったってことそう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 まあ今着てるこのスマート HR のニットもそうなんだけど、うん、かわいいやつねもう一個ねこれ是非紹介したくて今見せていいですかうん 何それなんだっけな、見守るくんみたいなやつそう。呼び込みくん。呼び込みくんか。はい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 。うん、呼び込みくん知ってる呼び込みくんというのはなんか見たことある。夏目さんちの尺のスーパーは多分ライフとかじゃん。うん、あのライフとかで流れてる景気のいい音楽。景気のいい音楽。え、ビッバーディー、シャッ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 。まあまあ、そういうスーパーもあるかもしれないけど。うん そういうのが流れるんですよ。この呼び込みくんていうちっちゃなマシーンから。呼び込みくんというのは今、ポッドキャスト聞いてる人だとわかんないんで、どれぐらいですかね。タバコの箱ぐらいの、よりちょっとちっちゃいぐらいの大きさで、で、少し、なんだろうな、性格を悪くしたドラえもんみたいな顔をして、手が生えてますね。うん、うん。で、色が白い。お腹にスピーカーがあります。うん。で、ここにボタンがあるじゃないですか。うん、スピーカーのちょっと上に、はい、ちっちゃいボタン。これを鳴らすと、 たいいことあるわでしょうスーパーで流れてんじゃんこれスーパーで流れてるわそれの多分ライフルめっちゃ流れてるよ流れてるわそれの名前知らんわこれ呼び込みくんって言うんですけど、うん、これを流すと家の中がライフになるんですよしたいか <laughs> 家の中をライフにしたくない <laughs> 家の中をライフにしたいかうんいやしたくない仕事,終わっ仕事終わって昼休みとかにさ、うん、うわー疲れたあーこれ。 癒されんじゃないですか。あこれ途中で止まんないんですよ、これ。<laughs> 流したか。<laughs> フルコーラス流れちゃうんだけど、これ確かさ、7月か8月ぐらいにあの発売だってなって、予約受け付けたんですよ。で、僕、その予約に即座に応募したんだけど、それすっかり忘れてて。うん こいと突然これが届いてなんでこれあ,あ買ったわ。<laughs> なんだこれと思って。あ、俺買ってたみたいなって。さて、その、はい。みょもるくん、呼び込みくん。うん。辛い時にスネオの曲流すといいよとか、変な上司に話しかけられたらスネオの曲流すといいよ、みたいな。うん。こういう時に、呼び込みくん。さてなんだだってさ、上司に、お前、聞いてんのか話って言われた時に、 パッパー、パッパッパッパー <laughs>、まあ、殴られんじゃん。もう、いい、コンプラとか知らんわっつって、いい <laughs> いい殴られんじゃん。まあ、殴られるよね。<laughs> ちょっと一回やってみていいですかうん。<laughs> あの、ちょっと、なるみくんはさ、やっぱ遅刻多いし。<laughs> おい、聞いてんのかも <laughs>、まあ、お <laughs> ほら。<laughs> 鳴らすと終わんないからしばらく殴られる。おい、止めろ。おい、まるみく止めなさい。いや、僕止まんないす。止まんないよ、俺。止まんないじゃない、止めなさい。いや、止まんないですから。もうダメ。首よ、首。もうライフに就職するしかないよ、それ。これ、ポケットに入るサイズだからさ。うっかりな。持ち歩けんだよ。持ち歩いてもさ、うっかり。電車内になったらどうするんだよ、これ。楽しいやテロじゃん。テロやね、これね。だからさ、 ほげほげな時には、呼び込みくん、さてなんだでこれ、ちょっと、ありかなと思うのは、例えば、キッチンで料理中とかどうすかおー。あ今、スーパーで買ってきたものを、うん、まんまのテンションで、切りたいかながら切る。切りたいか <laughs>、うん、切りたいか <laughs> 白菜切るとき流したいかちょっとわかんないけど。<laughs> それか、朝起きた時に、あー、よく寝たっ、つって。<laughs> そのまま顔バシャバシャーって洗ってさ。 ちょっとテンションが高いか <laughs> しかもこんなの止まんないんや、私 <laughs> <当>。<laughs> <laughs> なんだろうな。なんだろうね。これ結構今売れてて品薄らしいんだけど、みんなの使い道がさっぱりわかんないんでも1年後に、それ買ったって人の行く末50人ぐらい調べたら全員捨ててると思うよ。なんかさ、かね、有効活用する場をやっぱり、うん。 やっっぱり作ってあげないいと早くそいつが死んじゃう前すめさんだったらこれ何使います何だろうねそいつね <laughs> 完全手のひらサイズ何するんだろうえー、家のリモコンじゃないチャイムそれに変えとくあー玄関にこれつけとくんだ <laughs> <laughs> 住人は出てきませんが、待ってる間こちらを押してみてください。<laughs> ピンポーンと、たたたちょっとした人気者になるわ、ウーバーイ使いで <laughs>。例えばこれをなんか、その辺の電信柱に貼り付けといてさ、うん、ご自由に押してくださいとかどうでするああ、もうそういう感じですね。オフィスとかで、ね、うそう、それしかないよね。うん、そ,れそれしかない <laughs>。そ, <れ S 1> それしかないよ。 <laughs> すごくない <laughs> 手段と目的っていうのがまさにこうなんだけどさ。<laughs> なんで買ってからしやる、使い方考えてんのあとはなんかちょっと辛い、辛くて、ああ死のうかなって時にこれ押すと。あの何、何最,なな最後の曲としてそうそうそう、<laughs> そうそうそうじゃない死んでるじゃん、それ <laughs>。押しやっぱ元気出そう、みたいになんない。うん、元気になるかな、なるか。うん。まあこれそのうち、 どんぐりリスナープレゼント出すかもしれない。確かにそれ、それだそれが一番使える。それしかないぜひね、これを聞いて、あの、なんだろう、欲しいという。ハッシュタグつけて、これの正しい使い道っていうのをツイートしてほしいですね。一番正しい人に送りますみたいな。素晴らしい。うん。ハッシュどんぐり FM で、何みるくんじゃあ、呼び込みくんの。呼び込みくんの使い方っていうテーマでちょっとツイートしてもらっていいですかはい。じゃあ、最後に。 呼び込みくんから一曲どうぞ <laughs> いいね <laughs> いいね 今のが最後のボタンだったかもしれない、俺は。そんな気がする。